世界には戦いが満ちている。積み上がる瓦礫の山、繰り返す争いの歴史。すぐ戦闘だぞ。了解です。チーズ、決着する。来たぞ。戦力になるなら助かる。いつまでもこんなところにいられないからな。脱出するぞ。こっちは港だけど。知ってるよ。真っ先に制圧されたって聞いたけど。言ったよ。何か考えがあるなら先に教えてください。あそこにはあれに乗って脱出する。そんなことしなくても救命ボートとか残ってると思うか。それにボートだけじゃ避難民は乗り切れない。あれがいる。まったく災難なこと。そこだ。なんだその荷物は。修理用の予備パーツって聞いてます。基地に戻ればいくらでもあるんだぞ。捨てていけ。もっと急げないのか。避難民の収容作業を中断されてはダメだ。捕虜と民間人は最優先だ。ですがこの人数では収容スペースも。機密が保てばいい。戦闘区画も使え。備品を捨てても構わん。勝意は甘いか。いえ、作業を急ぎます。頼む。定時方向を少し外す。隊長機が消えたな。今だ。そこまでだ。戻ってきやがった。一度ならず二度まで我が軍の船を。この盗っ人が。お前らが間抜けなんだよ。その声、まさかカルミーか。ん、誰だお前。貴様、この私を忘れたとは言わさん。相変わらず暑苦しいな、エイナル。援護する。バカ、手出すな。目障りだな。早い。
限界か。カレビ、勝負は預ける。勝負とか言ってんなよ、恥ずかしい。聞こえますか？こちらアークエンジェルブリッジ、ルル・ルティエンス中佐です。現時刻よりアークエンジェル艦長代行に着任しました。そういや、地球に降ろすために人を送るって聞いてたな。随分早い到着だが、今までどちらに？それは捕虜になってたと。副長代行のマドック少佐だ。すまんが発進のため宇宙港を開けてもらいたい。了解だ。艦長代行、随分若く見えたけど。お偉いさんのご息女らしくてな、安全な移送任務を与えられるんだろうが。愛されてるってことでしょ。接近警報。コロニーか、なんてこった。ネズミが逃げられると思うな。このガンダムと私が来たのだからな。ルスラン司令官来るぞ。こちらアークエンジェルです。今の振動は何ですか？ドックは無事だったか？アークエンジェルはそのままそこで隠れてろ。はい、港のハッチはどうしたんですか？その辺浮いてるんじゃねえか。それより敵と交戦中だ。絶対出てくるなよ。副長代行、ハッチって浮かぶんですか？古今東西、ハッチは開くものです。これが避けられるか。任せて。皆さん、こんにちは。史上最大のガンダムイベント、ガンプラワールドフェスタ2024、いよいよ開幕だ。歴代作品の名場面を再現した数々の展示物、あらゆるガンプラ、あらゆるグッズが全て揃うミラクル物販コーナー、その他多数のアトラクションがあなたをガンダムワールドへと誘います。その中でも注目はこれだ。あなたの作った自慢のガンプラで物語の主人公になれるガンプラバトルシミュレーター 2.0。 突如として敵の攻撃を受け、戦火に包まれる中立コロニーフロンティア4。そこで出会うガンダムと呼ばれる機体を駆る、君は地球の危機と対峙する。参加者の皆さん、エンディング目指して頑張ってくださいね。それではガンプラワールドフェスタ2024、盛り上がっていこう。
ガンプラバトルシミュレーターの基本的な操作方法は、操作したいものに近づいたとき、ヘッドアップディスプレイに投影されます。操作がわからない場合は、ディスプレイの指示を見るか、事前に配布されたマニュアルをご覧ください。この AR ハンガーが入り口となっています。バトルを始める際にはノーマルスーツ型コスチュームに着替えて入場してください。いらっしゃいませ。初めてのお客さんですね。今後ともよろしくお願い。 MG ミシ男性用ノーマルスーツ型コスチュームです。女性用ノーマルスーツ型コスチュームです。こちらはレンタルですので、現在ゲームで役立つギフト受け取りはこちらから。また来てくださいね。強力な武器を手に入れることで、基本攻撃の連続攻撃数が増えていきます。当然有利に戦闘が進められるので、頑張って探してみてください。